ドクターの要塞に乗り込むのなら今しかないぞ。ああ、これが最後の戦いだ。いよいよ俺たちの世界を、平和な空を取り戻す時だ。でもこの戦いが終わったらソニック、こっちのソニックともお別れになっちゃうね。Ah bah, faut s'y attendre un petit peu, hein. Il doit retourner dans ses Sonic 2D. そっか、ファントムルビーの力が効いたら元の世界に戻っちゃうものね。本当にありがとうソニック、君がしてくれたこと忘れないよ。Oh, arrêtez avec les adieux s'il vous plaît. 感傷に浸るのは後回しだ。 Voilà. まだ戦いは終わっていないのだからな。その通りだ、行くぜみんな、絶対勝つぞ。フルパワーでぶちかますんだ。おっしゃ行くぞ。それでも食らえ。はっ、インフィニット、久しぶりだな。会えて嬉しいぜ。奇遇だな、俺もだ。貴様らをすりつぶすのはたまらなく楽しいからな。すりつぶされる準備はできたか。まあできてなくとも構わんが。貴様、アーベック確認、ハイドモードに移行する。ジュート突撃シーケンス始動。オメガ、あんた生きてたのね、すごいわ。うるさい、ゴミどもが次から次へと。貴様らまとめて灰にしてやる。地獄の豪華でな。おい、冗談じゃねえぞ。あれはただのまやかしなんだよな。違う違うよ、ファントムルビーに支配された僕たちには現実なんだ。絶体絶命、あんなもの一体どうすれば。あの太陽を落として焼却処分じゃ。ドーン、ジエンド、つわものどもが夢の後じゃ。ねえ、その反応、エッグマンが言ってたファントムルビーの試作型じゃ。ちょっと見せて。やっぱりそうだよ、試作型は最初に起動させたものだけに反応するって言ってたから。この反応は君のだ。君の勇気と強い意志が起動させたんだよ。ひょっとするとこれを使えばあの太陽を消すことができるかも。なんてこった、ここまで来たっていうのによ。なんというマガマガしさだ。なんとかなんねえのかよ。ファースト、ファースト、もしかしてファントムルビー同士なら止められるかも。あの太陽にギリギリまで接近すれば試作型で相殺できるはず。何言ってんだ、その前に黒焦げだぞ。やめろ新入り、引き返せ。ファースト、ファースト、全てをあいつに託すしかないっていうのか。成功する確率は正直言って、これはこれは賭けだよ。お願い、無事に戻って。はっ、ファースト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 。あの太陽に何ができるものか。火に飛び込んだら蚊のように燃えてジエンドじゃ。死に火、お前はもう一人前だ。最後までやり遂げろ。はっ、いや、頑張って、もう少しは。ど根性を見せろ。頼む、間に合ってくれ。
太陽が消えたぞ。なんじゃと。なぜそれを。試作型は全て処分したはず。見落としが運の月だったね。僕なんかしつこいくらいに確認するんだ。優秀な科学者なら当然だよね。野郎ども、準備はいいか。反撃の時は今だ。ヘッドバンをぶっ飛ばすぞ。あれだけのエネルギーを使ったんだ。ファントムルビーの力は弱まっているはず。インフィニットを倒すチャンスは今しかないよ。航空艦隊、全艦突入するソニックたちを援護しろ。すまねえ、敵艦隊の注意を引きつけて盾になってくれ。全艦高度を保ちつつ密集陣形。ソニックたちは最後の希望、我らの手で守るのだ。敵へ立つ、接近中、集中砲火来ます。弾幕を張れ。敵を近づけるな。1秒でも長く耐えてソニックたちに道を作るんだ。3番艦、艦橋に避難、離脱します。7番艦隊は航行不能、機関総員待避へ。各自脱出せよ。スマンソニック、我らはここまでだ。ブーンを祈る。十分楽させてもらったぜ。あとは任せろ。ファントムルビーが弱まったとはいえ、俺と貴様とでは神とゴミほどの差があるのだ。その格の違いというものを思い知らせてやる。俺は別格なんでね。思い知るのはお前の方だぜ。母姫には何と刻む。青い道獣、ここに眠る。仮面のピエロ、ここに倒れるってのはどうだ。使う方を作っといた方がいいだろう。ファントムルビーのエネルギーは回復した。無力な仲間たちと共に滅ぶがいい。貴様、その仲間が俺に力をくれるのさ。勝つのは俺たちだ。仲間など幻想に過ぎん。頼れるのは己の力のみだ。仮面で隠してもわかるぜ。お前は本当は寂しいんだ。お前のファントムルビーの仮想現実こそ幻想なんだからな。Let's go.
相棒、力を合わせれば俺たちに限界なんかない。ダブルブースト、力が違うな、インフィニット。本当の無限の力はハート、ソウル、それと友情の絆さ、うん、3つが偽物のお前たちにはない力だ。おい、やめろ、俺はまだ戦える、まだ。インフィニット、やってくれよったな、ソニック。まさかインフィニットが破れるとは。まあよい、貴様を倒す楽しみが増えただけじゃ。これで終わりと思うなよ、ドブネズミども。計画は延長戦に突入じゃ。ファントムルビーの反応が地下に移動してる。エッグマンがまだ何か企んでいるに違いないよ。ドクターがこのまま終わるとは思えない。油断するな。セントラルタワーの入り口を見つけてエッグマンを止めなきゃ。ところは見当たりません。こっちも空振りだぜ。これだけ探して見つからないとなると、あっちの世界から来たソニックが探しているエリアが怪しいな。侵入できそうだな。待ってろ、すぐに後続部隊を送り込むからな。さすがソニック、道中のソニックも最高。